ます。おはようございます。今日は、はい、新たな機械、はい、じゃんじゃん。じゅーちゃんこれ知ってますか？知ってます。もうリンゴルフでは有名なガーミンですね。正解です。はい、じゅーちゃん初ガーミンになりますか？そうですね。いつも見てて、いいな、どんななのかなっていうのは感想としてはあって、使ってみたいなっていうのはありました。やっと私の出番が。そう、私の出番来ましたよ。今日はね、これを見ながらラウンドね。はい、で私はですね、これプラス見える。すごい。これ？これ。センサー。センサー。クラブ全部14本に。ついてんの？センサーついてます。これが S60 っていう機械なの。はい。でこれは CT10 という機械なの。うんうんうん。今日この S60 プラス CT10 で私はプレイします。純ちゃんの場合は1回とか入れなきゃいけないね。なるほどね。ナンバーアイアンとか、うんうんうん、でも私はもう歩いてるだけ全部入ってくる。これと連動しちゃうから、はいはいはい、これが何番ですよっていうセンサーなのってね。そう、あで、まあ、他にもたくさん魅力があるんですが、そのことはラウンドしながらお伝えします、うん、とりあえずあの S60 と CT10 を連動させなきゃいけないんで、はい、それをやりたいと思います、はいはい、ガーミンの鈴木さんに一緒にこう連動の仕方をね教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず真ん中のメニューボタンを押します、ね、真ん中のメニューを押します、はい、で一番下の設定を選択します、うん、センサーを選びます。センサー、はい、でクラブセンサー、はい、でセンサー追加でここでセンサーを出します、はいはい、で接続開始。ドライバー、はい、そうです。で、ペアリング完了しました、はい、これを1本ずつやります。おこれ家でやればいいですね、はい、実際はもう家でやってくればいいですね。そうです。ポイントはこう上に向けるとかあるんですか？ポイントはですね、このセンサーが明るい状態になると起動になるので。明るい、はい、中に入っている状態と暗いので、あスリープ状態なんですね。あ、分かりました、はい、なのでペアリングするときは1本じゃないと。1本ずつ、はい、3番ウッド。別のクラブセンサーとペアリングハテナってなってるんですけど、こっち OK、はい、そうです。そうすると設定に戻らなくて済む。あ、すぐ出てきましたよ、はい、で最後のパター同期しますが、パターはあらかじめ入ってないので、皆さんのパソコンなのでね、ちゃんと入れてください。未登録の8番アイアンがあったんでサイトやってます。 OK、できました。14本。はい。お待たせ、じゅんちゃん。お願いします。安全。お願いします。おお、ナイス。見て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 。あ、出た。出た？あ、やっぱ違うね。出ないもん。ほら、ドライバーですか、サーバーウッドですか。行こう。あ、出た。しないふうに。どうやって言って、あ、言いました。言った。持ったら、9番やんって出た。ブーって言う。すごいね。今日はじゅんちゃん、スコアも、うん、いつもあのクラブ書いてもらっていいんじゃん。そう、メモしてるんですよ、私たちが。いりません。イエーイ、これでそのまま提出。提出、提出、提出。男の人好きそうだよ。好きそう。メカっぽい感じ、うん、自分が、うんうんうん、うまい。今なんか、今の手首の形見といてほしい。乗ってって乗ってたでしょ、うん、お、なくなってる。出てない、レッジが出てない。大丈夫大丈夫、今は慣れだから。ナイス、完璧です。そこですね、ベストポージ。飛んでるよ。すごい、なんか太陽の下でも見やすいね。確かに反射がないよね、うん、字のすごい見やすいです。なんかそういう表示にしてあるんだって。じゃあ、あ、そうなんだ、うん、太陽でも見れるように。なるほど。じゅんちゃん、私のはセンサーついてるから、はい、うんうん、クラブを持つと
あ、ほら、ピッチングウェッジ。ほら、2つ持ったのを表示されるの。すごい。自動です。それはすごいね。自動。自動です。手動。私は手動です。手動です。はい。ピンが手前なので、手前をタップします。83ヤードぐらいかな。83ヤードぐらい。ピン手前さんです。はい。私のは S60 なんですけど、あの時計型ですごいコンパクトで、なんか気にならない、あまり気にならないですね。あのこれでやるのって結構そのポケットから出してみてしまってクラブ拾ってとか言ってやらなきゃいけなくて作業が増えるんですけど、これだとこう歩きながらこう何ヤードぐらいだなっていうのが分かるので、すごい分かりやすくて使いやすいです。ガーミン S60 です。私のは、パターンも入れなくていい。すごい。前はパターンは、すげい。パターンは数えなきゃいけない、あ、入れなきゃいけない。入れてる、入れてる。もうね、何にもいい。何も手ぶら。手ぶら？もうあのセンサーさえ前の日につけとけば、もう今日のラウンドは普通に楽しく。結構ね、多分慣れたら超便利。そうだね。慣れるまでちょっとぎこちないけど。そうね、忘れちゃうしね。そう。パター出ました。ここにもピーって書いてある。パター持ってる証拠ね。がすごく正確に出ます。キューとピー持ってきました。で、高低差結構あるんで、ここ押すと出てきました。101。ピーですね。今反応してなかったからね。オッケー。強気で半玉。うまい。やっぱね、強気よ。ナイス。じゃあ、じゅんちゃん、ラウンド終了しました。はい、なんとですね、ラウンド終了後に同期します。うん、携帯に、ね、あのガーミンコネクトってアプリがあって。そうすると、スコアがね、ここに。まあ、同期が終わった後ですね、これもスコアが見れます。この画面の、この、パー4、これ押すと、私がさ、今日打ったさ、あー、こっからこう、そう、ドライバーで打ちました。8番アンで132ヤード打ちました。2パットです。へえー、すごい。これも飛距離も出てる、204ヤードで、おお、セカンドショット148ヤードぐらい打ってみたいな、はいはい、自分の打った番手も見れます。今回、私はこの T20 をこのアイアンにつけて、ラウンドしたんですけれども、これね、10回打つとね、6番やん、10回打ったりすると、出てくる。だいたい6番で、あなたは50ぐらい伸びますよ、ね、今までの、そう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 、今までの統計、統計してね、で、これぐらいいきますよ、そういうね、自分を知れる、もっと詳しく。いいね。なんかね、いつもなんとなくだもんね。そう。それが今まで、実際どれぐらい飛んだか、ここでスカウトされて、平均値を出してくれて、いつもこんぐらい飛んでますよとしてくれるんですね。もちろん、純ちゃんのね、これだけでガーミンの S60 だけでもう十分、そうだね、もう十分こうやってポン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 入れてって、自分知れるじゃん、これでも距離分かるしね、そうそう、なんならそう、距離も分かるし、アイアンも入れてってさ、あの軌跡も全部見れる、でも、さらに詳しくより自己分析をして、数字でゴルフをするんだみたいな、150って言われたら、もうこれを抜いて、これ通りにこう打つみたいな、帰って自分の、あ、これパーオン率がこうだったとか知りたい方はおすすめです。そうですね、ちょっとやっぱ私もつけてやってみたいですね。だよ、超楽だよ、慣れたら全然。パフォーマンス統計って新しい機能なんですけど、はい、まあ概要ですね、大まかなショットの概要、ドライブ平均と比べてどれだけ自分が飛ばせたか、アプローチ失敗とかっていうのと、もっとリカバリーとか、あとランキングですね、全体的なランキングとハンディキャップ。めっちゃなんかドライバーとパターは高いです。
とコネクションっていうのは友達とこう連携して自分の順位がどれくらいかなっていうランキングですね。 CT10 をつけとくとこれも見れる。はい、 S60 でも見れる。見れるんですけど、アプローチチップパッドっていうのは CT10 をつけていた方がドラマさん、パッドは必ず CT10 ないとダメです。まあ、この全てのクラブっていうところを選ぶと、例えばじゃあ5番ウッドでどの辺にだとか、こういうのが見れます。ドライブ、アプローチ、チップ、パッド、これ画面ですね。すごい。ショート、ミディアム、ロング。はい、ありがとうございます。すごい細かく ね見れるんですね。使いこなしたらすごいですね。そう、 CT10 しかできないできないですね。はい、できるけどここまで詳しくは見れません、CTG をつけない、じゃあ以上、今日の動画は以上になります、どうでしたか？楽しかった。普通に距離もすごい分かりながら打てたんで、なんていうか楽、やっぱ分かるといつも不安になりながら、まあいっかっていう感じで打ってるから、それが早いし、そうでも今日何ヤードっていうか、まあ、自分で確認もできて、これだとね疲れた、私も疲れちゃうから、すごい分かりやすかった。歩きながら確認できるし、よかった。純ちゃんもガーミン使いこなしたの、いや欲しい、ぜひ皆さん、なんか歩いた歩数とかも出るから、そうだよ、日常生活で使えるからね。メールも見れるしね、 LINE も見れる、 LINE も見れるし、 Facebook もさっき通知来てた、通知来てるし、便利ですね、かっこいいよね。皆さんガーミンチェックしてみてください。概要欄にリンク貼ってきます。皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。